まあ、40年ちょっとやってみて分かってきたのは、そう、見えにくい、言語の能力とか社会性に問題があるとか、見えにくい部分がすごくあるんだけど、基本は人間なんだよねっていう、僕らと変わらないよね。だから、その僕らと変わらないところを知るときっていうのはドキドキしますね。あ、同じなんだよなっていう。本来ならば、そこで学んでいく人って何だろうとか、私ってこういう人間なんだとか、そういう理解とか表現の仕方を学んでいかなくちゃいけないんだけど、うまく学んでない。それがこういろんな問題になって出てきたりするんだけれど、ベースはやっぱり自分のことは分かってもらいたいと思ってるんだよねっていう。障害の人たちをどう見つめるかっていう、その時にどう見つめていって、どういうふうに自分をこう表現してもらうかっていうのは、そう、常に求められていて、で、特に僕たちが出版したり研修をやったりしている中で、その障害に対するものの見方が大きく変わっていっているものを感じましたね。最後に、まあ、これ発達教育の、読者の方にもちょっとゆくり先生の、思いですとか、執筆の今のちょっとお話とかもいただいたんですけど、なんかこう一言こう読者の方にメッセージがちょっとあればと思うんですけれど。まあ、精一杯発達教育は作ってますから、皆さんの知恵を集めながら作っていて、まあ、届くものを、まあ、これからも引き続き掲載していきたい。だから、ぜひともアンケートも含めてご協力